えー、こんにちは今日はアナウンス理論講座の第21回目になります、えー、いろいろと基本的なことを発声から始めましたけれども特にあの音声の問題で言いますと音声としての独自の問題というのは、えー、単語まあ基本的に単語レベルにおけるアクセント。 そして、えー、かかり受けけにおけるインントネーションこれはあの分節同士の関係ですねアクセントというのは一般に単語の単位だと言われていますけどもねそれで、えー、分節単位の関係がイントネーションに現れると。そしてですね、えー、ほとんどおいろいろな朗読のお解説書なんかを見ますとほとんど簡単にやられてい、えー これですよプロミネンスもありますよと簡単に片付けられてしまっているそれが重大問題なんですねで、あのこのアナウンス理論講座私が出発点で考えたのはアナウンスと朗読はどこが違うかともう結論的に言ってしまうとアナウンスの場合にはプロミネンスほとんど不要ですねうん。間違ったところにプロミネンスはつけるなと でただしこれからお話しますけど原則的なプロミネンスというのはあるんだとで文章で言いますとね名文についてはプロミネンスほとんどいらないというのが最近の私の発見でありまして語順でプロミネンスが定,定められてるんですねですからあの前回もお話ししましたあの寸道読みと私言っていますけども、えー、声を上げて緩めたりせずに ほととんどあの寸動というかむしろ後ろが強くなるような体の使い方をしてずっと読んでいけば、えー、調子はいらないで語順でうまく書かれている文章はその語順で読めば大体出のところが強い印象を受けますからね。で声というののは不思議なものであの 出だしの声よりも後ろへ伸ばせば伸ばばばせすほど弱まるんですねですから逆に発生する時には後ろがうーっと強くなるように発生、あのー、をすると寸胴になると。でそれを同じ幅で読もうと同じ強さで保とうとすると逆にあの弱まってしまうという。ですから えー、寸胴読みで十分に名文はプロミネンスができるで逆に言いますとねよく書けてない文章の場合にはちょっとこれ心配だからここ強めてやんないとおこの語順だとまずいよというねそういうところが出てくるこれも本当にあの微妙なところなんですがね原理的にそういうことがあるというふうにまあお考えください。 で、えー、今日の参考文献は渡辺智明著ですね朗読の教科書これは、えー、2012年に出てますもう9年経ちますけども、えー、繰り返し言うのは朗読をの入門としたらもうこれしかないとあの自信を持って言いますけども80年くらい前にあの朗読まで含めて えー、まあ音声言語の研究というかいろんな本が出てるんですけどもねそれ以来特にあの朗読の、うん、中心点である語り口口調の問題ですでちなみにこの「アナウンスセミナー」の上の本です私の今頭の上にはこれにはね口調として取り上げてあります。で私はそれをもうちょっと広げて うん、あのアナウンスというのは日常言語の伝え方なんですけどもね朗読の場合にはもっと広い、えー、分野が含まれているというわけで私はあの「語り口」というのをこの朗読の教科書で初めて提起したとでこれもう80年前からずっとたどっても「語り口」というのは言われていたけどもあのきちんと展開した本というのはありません。で今日の課題 えー、まず3つを分けましょうアクセントアクセントというのは基本的にはあの単語の単位ですからアクセント辞典というのがありますこれはあの実際に語られている文、えー、言葉ですね話し言葉、えー、書かれた言葉書かれた言葉も原則は音に変えると音にならないと書かれたこ 言葉は文は文生きないとあの書かれたまま死んでしまうとね誰も読めないけど文字が残った文になってしまうで大事なのはこれを音声化して、えー、読み手が頭の中で意識の中で音声化しているですから文字で書かれたあの言葉にも常に、えー、イメージとしてのアクセントっていうのはある。 で、そもそもアクセントっていうのは何かというと、これもあの辞書を引いてください。つまり、ある一点を強調することなんですね。一点の強調です。ですからポイントと言ってもいい。で、私のアクセント論で言うと、あの、文字面の一点に丸を打てと。それがアクセントだと。ほとんど、あの、他との上がる下がるっていうのはないですからね。 ただひたすらそこを強くすればアクセントができるというのはね私の非常に単純な、えー、原理であります。で次のイントネーションというのは何かというとうん主にあの文節同士の関係ですかかり受けと言ってもうこれを書いておきましょうねアクセントはもうこれちょっと書いておきましょうねポイントポイントでですすだから音音音単位ですね1音の音です。 でイントネーションというのは一般にはあのかかり受けって言われてますねあかかり受けこれから説明しますけどどの文節がどこへかかるかというのは文字面です。え文字面で言うとこの文節がここにかかるよつながるよというのを言うわけですけどもまあ,あの私だとか皆さんのようにアナウンスをしたり朗読をする方にとっては それを声で実現しなくてはいけないで頭の中で分かってるけど声にならないんだよねというのでは失格でありまして頭で、うん、分かるならそれを声でやってみろというねそこまで実践化されないといけないでプロミネンスですでプロミネンスってのはあの強調と言われてますねでこの強調についてこれから話をするんですけど、えー、文中のある語句 文中のある語句が強調される。で、文中の語句が強調されるということは、文の中でも強調される可能性があるとで、今度はあの文のま、あの前の文との関係で強調される。あるいは次に読むべき文との関係で強調されると。もう今お話したしたところで。 ほとんどこの3つの関係を話してしまったわけですけどもねであの私の今回の結論的なことを言いますと「実はプロミネンスはイントネーションに戻りイントネーションはアクセントに戻ると」と「究極はこのアクセントが実はプロミネンスを作っているんだよ」というねそういう非常に簡単な結論であります。 であのー、アナウンスですとか、まあ、朗読の指導者の方はいっぱいいらっしゃいますけどもねその方々が言うのはどうしても、あのー、頭の説明であるでその言葉を強めてくださいというふうなことを言うんですけどじゃあどこをどうするとどう強まるんですかというねそこの問い詰めが甘いんですね。ですから実際に指導を受ける方困るのはあのどこをどうしたらここがプロミネンスになるんですか であとはイントネーションとけどどうしたらイントネーションができるんですかあのつながるんですかっていうのがねでそれのどちらについても結論はアクセントですでそれもあのお忘れないように言っときますがあの強アクセントですね弱アクセントってないんですよ強ないしはそれ以外でね強以外はい、弱まってるんですであえて弱める必要はない ほっといたらら弱りますからね強いところをつけ,るつけるとその落差で弱いというかね強くはないところが残るでその強いところを際立たせるのをアクセントって言うんですでこれもついでに言っとけば「高さ」を使うのは「高さ」は強さの影ですね「えー、シャドウですね。 つまり強くしたいのだけれども強くできない場合にその強い代わりにあの高くして強さを見せるのがあのアクセントで本来は強い,んですよで強いんだけど遠くへ伝えようとする時その強さってなかなか伝えられないんで高くしてあげるとねここは強いんですよっていうサインを送ってるつもりが肯定アクセントの高いところだと思ってください。 でこれはね、例を見ましょう、えー。まず、青いと空です。まず、これをつないでくださいって言われるね。で普通、あのー、どう読むかというと、大抵の方はうん普通に読むんですね。普通っていうのは、要するに青い空、青い空、白い雲、雲。 白い空青い空白い雲青いほとんどアクセントついてないですうん <laughs> ほとんどついてないけど微妙についてるんです青い空青い空青い空これは青い青い空これは定です。青い空,青い空,青い空 青い空で皇帝ってね非常にあのデフォルメ感があるんですよ。さっき言ったようにね目印ですから目印を強くするとやっぱり変なのね。でこの青いのアクセントどこですかって言うと尾なんです。空のアクセントどこですかって前なんです。もうあの皇帝取りませんからね強弱で取ります。そうすると青い空 青い、空,空青いこれ例えば「あの空が」とくっつけてね「空が青い」というのを今の読み方をしたらば実は私の耳で言うとつながってないんです。つまりただ単語を並べて「青い」と「空」とね読んだだけにしか聞こえない。で第一の課題はこれを、えー、イントネーションつけたいと。 イントネーションってどうやってつくんですかでこれは今言ったのはアクセントをつけたんですこうですね青い空で強アクセントの素晴らしいところはどんなに強く読んでもそれは間違いではないですからね強くなっても異様感はないと思うんです青い空 で何が出るかというとアクセントを強くすると表現性につながるんですよ。思いが強くなる青いで言葉が立つんですね。それがあののントのポイントです言葉を立たせるにはアクセントを強くしなさいって単純なことです。本当に。<laughs> で私のこここ言葉ってどうも弱いんです青い空青い空に白い雲が浮かんでいる青い空白い雲というね。 これ何がが弱弱いいかって言ったらアクセントが弱いんですもっと強くしなさいでそのためにはこれ今まで話してきましたよね体の構えをしっかり作るとで強い声が出ればあとは弱めるのはただ楽すりゃいいだけでねそれがあのアクセントを弱めるでは次の課題ですじゃあイントネーションはどうやってできるか青い空青い空青い 空これまだつながってないんですよ私の意識ではこういう読み方したらあなたね「あの青い」と「空」がつながってませんよとさあどうしたらつながるんですかでつなげる時はもう結論言ってしまいますけどねかかる言葉が強いんですよでこの落差が「かかり受け」を作ってる補助線を引きますとねこういうことですね こういうことなんですこれが補助線です何がイントネーションですかって言うと青い空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 なんでしょうかって言うと落差ですね要するにかかる言葉が強いかかる言葉のアクセントを強くしなさいまさにこのまるで見た通りでね青いが空にかかるからで、これは青い 空青い空青い空 <laughs> 青い空やっぱ変でしょこれはだから後ろを上げるからこれをイントネーションってだからイントネーションでいうとかかこれあの「あうん」なんていうのもねこの流れだと思いますよ「あうんの呼吸」って「あうん」ね 雲のがおとなしいんです。あ、あ、雲、うん、あ、雲、うん、青い空、青い空というふうにね収まっていでこれも同じですね全く同じか同じだから省略してもいい、ね、これもね青いと白い白い雲ねでこれも同じように白い雲雲が雲が白いっていうのと白い 白い雲っていうのはねよーく聞いてくださいひっくり返したら違うんですよ雲が白いっていうのとね雲雲が白い雲が白い雲が白い,が白い徹底してやったらおかしいのがわかりますよねつまりもしこれがあのー、雲が白いというものだったらばこれは例でね書き直しますけどもこの ア,アクセントが「雲がの」の句が強くなるんだけどいい、ね、ううこれもだから左の青い空と同じようにかかりゆけが成り立つというねそういうことになりますね。さあそれでは、えー、これはもう私の,あの朗読の教科書からの原則ですけどもねあの原則のプロミネンスってあるんですよ。あもう一つだ言っとかなきゃいけない。 でもう一つはですねこういうのがあるこれがプロミネンスなんです今イントネーションまでしか言わなかった <laughs> でこのプロミネンスの相互,関係で相互関係でプロミネンスというのは実はこの青い空もっと強くしたい青い空白い雲これはもう通常のイントネーション青い空 いや白いんじゃないんだよって青い空なんだよっていう時にどうするかってこれは波線かかっていくんですねこれだからもっとでっかくしろともっとでっかくしろでこれもっと今青い空この程度でいいんだけど青い空青い空というねこのぐらいの差をつけるところが非常に便利なことがありまして あの言葉というかね。アクセントっていうのはどん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 こうやってうーっと強くしていくとどうなると思いますか？結論を言ってしまうと、この強くしたプロミネンスがのこのアクセントがひっくり返るんですよ。ほら色違う色でやろうかな。これがねひっくり返るんです。このひっくり返りが出てくるとこれがね。裏返り。な でどういうふうになるかっていうと「青い空」というのは「青い空青い空青い空」い空というふうに裏返る、えー、どここかかでお聞きかもしれませんがうういいのをやっているところがこれがね癖の人は青い空に白い雲が浮かんでていろいろなものが見えるから私にもいろ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 っていうのはこれはね浅い裏返りなんですよ。これは実に耳障りで 話は注意ですねさあでは、えー、原則のプロミネンスから何通りかあるんでそれをざっとねお話しします、えー。原則プロミネンスで「どこをプロミネンスするんですか?」っていうことをねよく言う人いる。でそれはまずねこの「言葉と肯定の方ですこのない」と言い,いはね必ず強いんだと。でこれはあのー、まあ文字をきちんと読む人は。 読む人というかあの朗読をする人よくあるんですけどまあ大体これはあの強調の度合いで、えー、今言ったように「プロミネンスがあるよ」という言葉を知っておく必要はある。で特にないですうん、異常はない異常はないようです」というのと「異常はないようですそれはとてもいい情報それはとてもいい情報ですとてもいい」 ないとかいいっていうのは当然上がるでしょうこれはもうね宿命的なんですよこれはあの意味とね意味と感情が乗っかってんですつまり言葉を発するってことはそれ言いたいから言うんでね言いたい時に特にわざわざないということを言ったりいいということを言うのはそこに意味のね割り増しがあるんですよそれをあのまあ割り増しっていうのいいね 割増しなんですだから文を均等に読んじゃいけませんプロミネンスの価値のある言葉はもうきょあの強,調し強調して読んで当たり前だとで何気なく読んでいてもどうしても強く読みたくなるんです誰がそれを言ったか知りません誰がそれを言ったか知りませんこれはだから意味抜きの棒読みな「誰が言ったか知りません」「誰が言ったか知りません」でこの根拠は「誰が」。 アクセントが強く「なるんですない」はここにアクセントあるんですこの「アクセント」強めなさいそうすると「プロミエンスが実現できるない」と「いい」は頭にアクセントあるね「誰がいついつ出かけたんですかいついつ出かけたんですいつですか」ってこれは気持ちがない感情がない「いつ出かけたんですかあのどこで」っていうね全部これは文というのは何かの 疑問を解くもんですねですから当然、ね、この「ド」のあと全部アクセントつけてますけどね黒丸つけてますけどでこの疑問詞の言葉っていうのはもう普通に読んでも強くなるでもしこの疑問詞のあ含まれた文章を読んでいってちっとも強くならないとしたらその下は意味が分かってないただ字を読んでるから意味が分かってない感情も出てこないで意味から感情が湧くんです。 意味がつかめると感情があるで、そのきっかけがプロミネンスと言ってもいいあとは副助詞ですね、えー、副助詞のつく言葉ここが強調されるんですよ私は知りません私は知りませんとかねあなたもそうですかこれさえできればいいんですよそれだけくださいそれだけくださいそれだけこれ本当にね意味を忘れて感情を殺さないとね このプロミネンスが自然に出て当たり前なんですねハーモンさえだけばかりしかしあとこそがありますねこういった言葉の前につくこの言葉がつくこの名残というのはよく幼稚園の先生とかの、ね、話し方で私はそれ分かりませ私だけですか私だけですかっていうのはね名残なんですプロミネンスの名残が女子に行っちゃうからうるさい うん、で、そうじゃなくてその助詞をにくっついた前の言葉でそれを避けるとことっていうのはさっき言った2,3切りで助詞まで含んで2音3音の分節ができているだから助詞まで含んで強められるというねそういうことになるわけですでは指示語ですで指示語というのも強いんですもう,こう言うほどもないんだけどねコスワード言葉 でもまあよく出てくるのは「これ」とかね「これが大事なんです」これが大事なんです「これが大事なんです」「これが大事なんです」「これが大事なんです」「これが当然強くなる」「この人だけこの人だけダメなんです」とかね「<laughs> この人この人だけダメなんです」よほど感情を殺して意味殺さないと。 プロミネンス抜きには読めないでしょこういう,こういう言葉ねこんなとかこんなことしてこんなことしてどうするのこんなことして。で,でいわゆる悪い意味での棒読みというのはつまり文そのものが持っているこの原則プロミネンスの強さがわからないつまり文字面を均等に読んでいるから意味が立ってこないというのはねこの辺にも秘密がある。まあ、これは まあ、言ってもきりがないので、まあ、一覧でバーッと見てください「えー、これそれあれどれこのそのあのここそこあそここうそうああどう」とかね「こんなそんなあんなどんなああどんなが抜けてますね」「どんなが抜けてますね」「こういうそういうああいうどういう」こいつそいつあいつどいつこっちそっちあっちどっち」っていうね、まあ、言ってみりゃわかります。これももも練習すするといいいですよどうもあの朗読の人を聞いてても この人どうしてこう強くなんないのっていうのはね意味が入ってこないんです感情が湧いてこないんですだからこういう指示語が強く読めないで指示語強く読むな読のはもう一回言うとアクセントの強さがないんです不足してるんです力がないんです力入れて読みなさいっていうねそこ行きますで今度は今のはあのー、単語的なね並びの単語で拾った プロミネンスの原理なんでですすけども、えー、これが大事ですつまり主部というのは、えー、実は数字の大きいものほど私は強いと言ってる。ですからこの主要成分というのはあの主部と術部ですね。で客分素というのは要するに「お」のつく言葉「ほ文素」というのは「がつくに」の助詞がつく言葉。 集団っていうのは連用えっ、ー、と連帯就職ですねいわゆるね収容分譲これもね実はあの紹介したんですよどこを強めますかってこれです、えー、でこれもねどっかのあの何回目かの講座で話したんですけどもねこれも結論だけ書いておくと大事なのはえっ、ー、とね数字の大きい言葉ほど 数字の大きい言葉、大きい要素がプロミネンスされ,される傾向があるとつまりプロミネンスっていうのは人に、うん、あの文の中で重要なものを うーん強めるんですねでどこが強めるかというとさっき言いましたけども「主要成分っていうのは、ね、あって当たり前なんですよ私は出かける」って「私は出かける」なんてね念押す必要ない。で特に主部は「私が」これ特別にある時に「私」とか「主部」を強調する場合があるんですけどもね。でそれよりも 私はパンを食べるこれは「私は食べる」って言って「パンを」っていうのがね「私はパンを私はパンを食べる」っていうとね「食べる」が一般化されてしまうから「パンを」という3番が123で言うと大事になってくるところが今度は4が出てくる場合2が出てくる場合「友達は学校にいる」どこが強いか「友達は学 学校にいるというね4番が強くなるこれもいろんな文をねパッと見て1番2番3番4番といった場合に、で5番6番っていうのはもっと強いんです、えー、今の友達でいくと友達は一人で学校にいる今一番強いのはこれ一人でですね連用就職というように数字の 大きいものほど実は必要度が下がってくる必要度というか必然度がね、つまり主用というのはあって当たり前、主部術部があって当たり前。それに必要がないとパンを食べるのパンをが見えないと出てこない。ところがこれはこれは何かというとあってもなくてもなんです。あってもなくても意味は文の意味は成り立つんです。 成り立つでこのあってもなくてと「あってもなくて」というのが自由なんです。これが作者書き手作者書き手が付け加えたものだからもしこれを抜いてしまうと、えー、何があったか分からなくなるのが自由成分というんです。勝手につけてる 自由勝手自由気まま勝手なんです。ところが文学においてはこの勝手が意味を持つんですね。だからさっきの私はパンを食べましたよ。よ私は一人でパンを食べました。私はおいしいパンを食べました。これ五番六番が立ってんですね。そういうのが文法に基づくプロミネンス。でこれについては数字の大きいもの。ですからもう結論的に言ってしまえば。 あの就職語です就職語って強いんですよだから文学においては就職語をきちんと表現するですからある意味で読み聞かせなんかの方がとっても美味しいパンでしたなんていうのはねこれは正しいんですとっても美味しいパンなんですよただし、えー、ここで触れようとして今困ったのは プロミネンスの表現の仕方というのは今回は置いておきますね。ではそのプロミネンスするものをどう表現するかはまあ、次回の課題にしましょう。で三番目です。これ文脈あ色変えます。えー、これはね文脈と解釈です。これもあのーえー、私のさっき言った朗読の教科書に書いてありますんでぜひ見てほしいんですけども文脈 つまり文章の流れの中で何がプロミネンスされるかでそれはの前の文との関係でこの言葉が立つよというやつとねこれから話すことで、えー、立つよというのはうんあそうか今言おうとしたのは実は夏目漱石の「夢十夜」の頭を思い出したんです。 で一般に全文を受けてプロミネンスされるものがあるんだけどもこれ有名なのはねこんな夢を見たですこれちょっと書いてますけどねこんな夢を見たこれなかなかね皆さんこの一文ですぐわかるんだけどちゃんとプロミネンスできる人はここです。これプロミネンスなんで語あってさららに言うとこっから後の 文章の展開を予告しているだから強烈に強くしなきゃいけないこんな夢を見たこんな夢を見たでなくてこんな夢を見たこんな夢を見たでなんでこれが大事かっていうとあの次の文から全部をこんなが強調している示しているですからこれは指示語であると同時に、えー、前置きですね うん、後につながる文を指す、えー、プロミネンスの言葉なんですこんなところがね実際声に出すとただこんな夢を見たって読んでしまうわけですよ。で戻ります。でこれはだから「全文」って言ったのねでこれはだからこれにして「公文」っていうのがあると。公文の今の夢十夜は、えー、予告ですね。予告はこうかな。 公文の予告をする場合もあるとで、まあ2つ挙げときますけどね新たに追加された文の要素新しく出てきたもの、えー、例を挙げますとね「氷柱の家には赤い井戸があった」「氷柱は井戸で麦を研いでいた」「さあこれはどこを強めるんですか」ってこっちの問題ですよ。これが前提「氷柱の家には赤い井戸があった」 ね、赤い井戸があったとここで井戸があってありますねで麦を研いでいたそうすると新たに追加されたのは何かというと赤汚ねえな新たに追加されたのは、えー、これです追加されたものは何かというとあここで新しく出てきたのはもうお分かりでしょうがこれですね「兵柱の家には赤い井戸があ,ったある」。 兵柱は井戸で、で、この井戸はここ、出てきますからね。この井戸とこの井戸一緒。兵柱は井戸で、麦を研いでいた。この麦を。っていうのが強められる。まあ、これも井戸でっていうのは。まあ、文の要素で言うと、かなり数字の高いもんですけどね。兵柱はっていうのは一番。研いでいたは二番、主部術部です。と、井戸と麦と、どっちが強いのか。で、もし。 ひ柱はじゅは食事の支度をしていたというとひ柱はあ食事の支度じゃないねなんか前に書いてあるものとの関係で井戸でが強調される場合が「ひ柱のうちは広かった」とかね「ひ柱は広い家の中で暮らしていた」「ひ柱は井戸で」ってまずこっちが出るかもしれないこれが解釈なんですよ文脈の解釈。でこれはイメージがあって イメージがあってそれに、えー、追加をする追加をするという考えで追加がこれですでこれが麦がきっかけになって話が展開されるだから文脈におけるプロミネンスっていうのはこの流れが読めてなければここを強く読めないんですねそういうことになるで。 えー、でこれもちょっと例を探したんですけどね全文の意味を前提として強められるでこれはだいたいねあの指示語です指示語が多いですで指示語で出る場合っていうのはね、えー、彼は財布を落としてしまった探しているうちに、えー、川の淵にそれがあった川の淵に それがあったったていうね全文の意味っていうのは財布を落としたっていうのがあってこの指示語でで決決めめるるいいうううなねそういう決め方もあるわけです、えー、ここまでで結構時間を取りましたので、うん、さっき予告をしましたようにここまで来ては次に問題になるのは、えー、プロミネンスとはこういうものですよとお話をしました。では それを声で表現する時にどんな方法があるのかということをね次回お話をしようと思います。次回は「プロミネンスの表現法」「声による表現法」というそういう話題になると思いますのでそれでは今日はこれで終わりにいたします。どううもありがとうございました